犬は人類の友、そうですよね。とはいえ、友情にもいろいろとあるもので、ワンちゃんの中にはヒョウを簡単に噛み殺せるような子もいるわけですからね。さあ、飼い主になる勇気のある皆さんには、九種の獰猛なインドの犬種をご紹介しましょう。ではでは、いきますよ。1. インディアンマスティフ。ブリークッタとも呼ばれるこの犬、意味はヒンディー語、ウルドゥー語で深いシワのある犬。確かに見てそのままですよね。他の呼び名はクマオンマスティフ、シンドマスティフ、パキスタニブリーなどなど。インド北西部原産のこの犬、マスティフ犬種では最も体が大きく強い犬種で、巨大マスティフだなんて呼ばれることも。成犬のこの犬は体重70キロにまで成長し、体高は71センチから83センチにまで成長します。この種は16世紀にインドで交配され、狩りや番に優れた労働犬として利用されていました。インディアンマスティフはエネルギーにあふれ、賢く野生動物から主人を守ろうとします。しかし他の動物に対して非常に攻撃的になるため、多頭飼いには向いていません。インドやパキスタンで行われている非合法の闘犬試合によく登場するのもうなずけますね。獣医さんたちはこの犬種は初心者には一切向いていないと警告しています。この犬を飼いならすには正しい調教が必要となります。それでもパンジャーブ地方ではまだまだペットとして飼われているようですよ。 2. ムドホルハウンド。キャラバンハウンドとは兄弟種、ムドホル、マラータ、パシュミといったさまざまな名前を持ちます。インド・カルナータカ州の村で人気のこの犬、インディアンマスティフと同様、優れたスピードとスタミナで狩猟犬、番犬としての能力を発揮します。いかなる状況下でも狩りを成功させるのだとか。インド陸軍は彼らの強さに目をつけ、現在国境警備隊への採用を検討中。優雅でエレガントな外見を保つためにはかなりのエクササイズを必要とします。アパートの屋内で飼うことには向いていないでしょう。ムドホルハウンドを正しく飼うために必要なのは優しさと思いやり。飼い主には忠実な仲間となってくれることでしょう。しかし赤の他人には敵意を示すため、どこかで見つけても撫でようとすぐに近づいてはいけません。またこの犬種を虐待して育てた飼い主はいつかそのツケを払うことになることも決して忘れないように。 3. チベタンマスティフ。名前の通りチベットとヒマラヤが原産の犬、ヒマラヤマスティフともチベット語でドログキーとも呼ばれています。その意味はつなぎ止めておくべき犬。家の外やテント、騒音、宮殿では番犬として屋外につなぎ止められていました。彼らは暗闇の中でも大きな声で吠え、人々に危険を知らせました。夜行性で日中は寝て過ごします。体重は100キロにもなり、主人を守る本能が強く優れた番犬となります。まるで熊のようなこの犬種、リストに名を連ねているその理由は諸刃の剣であるから。主従関係を教え込み、正しく調教したこの犬種は優しく忠実な仲間となってくれますが、それには人間側の忍耐と経験を要します。それでもこの犬の犬種に対する攻撃的な面は消えることがありません。また一歩間違うと今まで受けた恩義を忘れてしまうようになります。温暖な気候は苦手なため、高地で飼うことが推奨されているようです。 4. ラジャパラヤム。犬派の皆さんであれば、あのグレートデーンの大きさをご存知ですよね。ラジャパラヤム、またの名をポリガーハウンド。彼らもまた同じくらいの大きさ、体高63センチから76センチにまで成長します。筋肉質の体格は南部の町ラジャパラヤムの王侯貴族のイノシシ狩りにも行われた歴史を持っています。この町の名前が彼らのその名の由来となっています。彼らの能力は優れた視力、正しく調教されたこの犬種は万能犬へと変貌することでしょう。心は落ち着いており、いつまでも子犬のように主人に飛びついたりはしません。死ぬまで主人に忠実であると言われています。しかし狩猟本能が強すぎるため、他人やその他のペットに対しては非常に攻撃的になりやすいと言われています。できれば一人の空間を与えてやることが望ましいでしょう。5. カンニ。
タミル語で処女を表す言葉カンニ。南インドの犬カンニは純粋な忠誠心を持った犬種です。乙女の獣とも呼ばれ、カンニの子犬は花嫁への結婚祝いとして花嫁を野生動物から守るために贈られる伝統があります。優雅で美しいこの犬種は花嫁の護衛にはうってつけ。鹿やウサギ、ネズミを狩ることに長け、主人の合図を簡単に理解します。カンニは体が軽いと同時に筋肉質で、大きな心臓と柔軟な脊椎を持っています。その体はまるでチーターのよう、シャイで優しめのドーベルマンといったところでしょうか。何かが起こった時は飼い主を守るために手段を選ばないため、下手に刺激してはいけない犬です。6. ランプールハウンド。ランプールハウンドは北インドの町ランプールが原産です。マハラジャがライオンやトラ、ヒョウ、パンサーを狩る際に同行し、ジャッカルから主人を守りました。ジャッカルを倒すには本物の勇気と技、そしてスピードが要求されるため、ランプールハウンドの能力の高さがうかがえますね。素晴らしいスタミナと時速70キロ近くで走る脚力を持っています。バランス感覚にも優れ、まるで猫のように優雅に柵の上を歩くことすらできます。これらの犬は足を伸ばせるだけのスペースを必要とするため、マンションの室内外は向いていません。ランプールハウンドは賢く忠実な犬です。しかしその他の人間に対しては態度を豹変させます。見慣れない人間やペットが飼い主に近づくと非常に攻撃的になると言われています。そのような時はなるべく相手にしない方がいいでしょう。7. バクハーワル。この犬種はヒマラヤが原産。名前の由来はバクリ、すなわちヤギを意味する言葉。かつてこの犬は遊牧民の家畜、例えばヤギを狼やクマから守る役目を負っていました。バクハーワルの別名はクジャーウォッチドッグ、カシミールシープドッグなど。菜食主義であることも知られています。がっしりとした肩と長い足を持つこの犬はミルクとパンをその他の何よりも好みます。また外敵に対して味方を守る姿勢が強く、調教もしやすい犬種です。インドで警察犬としても利用されているその理由がわかりますね。8. コンバイ。コンバイという名が歴史に初めて登場したのが15世紀のこと。当時南インドのタミルナードゥではイノシシや水牛、鹿を狩る狩猟犬としてこの犬が使われていました。現在でも強靭な顎と広い胸を持つこの犬は外敵に対する番犬として優れています。コンバイは一見するとぼんやりと油断しているようにも見えますが、それに騙されてはいけません。彼らは一瞬で獰猛な番犬へと姿を変えます。子供にも優しく、家族で飼うことには向いていますが、見知らぬ犬に対しては主人を守ろうと攻撃的になります。9. ドール。ラドヤード・キプリングのジャングルブックを読んだことがある人は、そこに登場する赤い犬ドールの物語も読んだことがあるかもしれませんね。彼らは群れで行動する血に飢えた恐ろしい生き物として描かれていました。現実も遠からずといったところでしょう。比較的小さな体格、体重12キロから18キロであるにもかかわらず、ドールは自分の10倍の大きさの動物を殺す力を持っています。アフリカ原産の野生犬にも似た彼らは時速55キロで走ることができ、12匹程度の群れで生活をします。家畜を殺したりはせず、インド中央部の高地で狩りをして生活をしていますが、インド国内であればどこでも出会うことができる犬でしょう。皆さんは犬好きですか？それとも犬が怖いタイプですか？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。